2022年6月25日、2匹のフレンチブルドッグの赤ちゃんが生まれました。そう、このお話はちょうど1年前のお話になります。2匹はどちらも女の子です。1匹はすぐに産声を上げてくれましたが、もう1匹はなかなか産声を上げてくれません。病院内に緊迫した空気が流れています。蘇生を続けて約1時間。最悪の事態が脳裏をよぎります。先生たちとママさんの頑張りのおかげで無事に2匹とも元気に産声を上げてくれました。この子たちはこれからどんな風に成長をしていってまだ見ぬご家族様と出会うのか、みんなで一緒に見ていきましょう。生後0日、出産直後、この子たちの母親は、小麦、コムちゃんです。初出産のコムちゃんは少し戸惑っている様子。慣れないところはママさんが全力でサポート。一緒にこの子たちの子育て、頑張ろうね。生後1日目、ママさんの全力サポートもあって、1日目にして子育てに慣れてきたコムちゃん。赤ちゃんたちも上手におっぱいを飲んでくれてます。生後2日目、母性本能が出まくってるコムちゃん。母乳時間以外も離れたくない様子で、赤ちゃんたちをずっと見守っています。生後3日目、1週間前に生まれた8の赤ちゃんと授乳。生まれてきて1週間も違ったら大きさが全然違う。負けないようにいっぱい飲んで大きくなろうね。生後7日、蜂の赤ちゃんに負けないくらい大きくなってきた。ちなみにクリームの子は、しおちゃんです。生後10日、お目目が少しだけ開いてきました。まだぼんやりとしか見えない状態です。これからお顔もしっかり整ってきます。生後14日、生まれてきて2週間が経ちました。目もしっかり見えてきた感じ。母親のコムちゃんとガウガウ遊んでいます。8の赤ちゃんたちとも遊べるようになりました。1週間違いではありますが、全然負けていません。将来がとても楽しみです。生後25日、2人でガウガウ遊ぶようになりました。この女の子ちゃんたちは双子だけあって、見た目がそっくりで目印がないと見分けがつかず大変でした。生後30日を過ぎ、離乳食が始まりました。食欲も旺盛でとても良い子。これなら、これから出会うご家族様も安心だね。そう、君は、花ちゃんって、とても素敵なお名前をこれから出会うご家族様に付けてもらったのを今でも覚えているよ。生後30日を過ぎてから、みるみるうちに大きくなっていく、花ちゃんと、もう1匹のブリンドルの女の子。あと数日もすれば、新しいご家族様が、お迎えにやってきて、新生活がスタートするね。生まれ育ったこの場所や、兄弟たちや母親犬のコムちゃん、そして、私たちのことは、忘れていくかもしれないけど、ここで生まれ育ったことは、パパとママはもちろん、今一緒にいるご家族様や、これを見ているみんなも、ずっと忘れることはないからね。お迎えの日は刻一刻と近づいてます。私たちはこの幸せな時間を一日一日と、噛み締めながらこの子たちを育てていきました。そう、お別れするその日まで、大切に大切に、我が子のように本当に大切に育てていきました。でも、もうすぐお別れだね。寂しくなんかないよ。これから君は幸せになるために巣立っていくんだから。お別れの日がやってきました。とある場所でこの子の新しいご家族様と、待ち合わせをしています。道中、距離がかなりありますが落ち着いていて、花ちゃんはとても良い子です。さあ、
ご家族様のところまでもう少しで着くよ。到着です。怖いんだ。いや、外に出ることがほとんどないけ。ママたちがおるよ。ねえ、かわいそうね。出ない。え、こんちだ。え、こんちだ。え、こんちゃん。よいしょ。ああ、だいぶごめんね、あのちゃん。ほら、ママよ。あ、ちっちゃく、こんにちは。びっくりしちゃった。あいこちゃん。あいこちゃんが。あいこちゃんね。あいこちゃん。不安ね。寂しいね。びっくりしちゃった。ねえ、お友達もかわいい。疲れとかな。めいちゃん来た時はもうずっと寝とったけど。でもご飯食べたもんね。ご飯 40g ぐらい食べたので。あのメンタルはあるんですもんね。フレブル結構食べれない子が多いんですよね。食べれない子多いですね。割と環境が変わったら。いや、怖いんだな。いや、怖い。外の世界が怖いんだな。ね、だって嫌だよね、知らない人に抱かれて。それでさ、みんなに話されて。私はこれでみんなとはお別れになります。何回も言いますが、悲しいことではありません。これからみんなは飼い主様、ご家族様の家庭で幸せをいっぱい増やして暮らしていくのです。してあげだね、花ちゃん。花ちゃんが幸せを増やしてあげだね。あ、もう寝とう、もう寝とう。かわいい。ありがとうございます。もう寝とう。まだ持つよ。はい、よいしょ。私、花ちゃんの持つ方が安心。これロックかかったよね。ロックかかったよ。赤、赤。お別れだ。じゃあね、花ちゃん。ありがとうございました。元気でね。大事に見させてもらいます。はい、ね、またよかったら、成長過程、はい、まあ、その毎日じゃなくていいんで、はい、ちょっと送ります。はい、下手くそなんで。あ、いやいや、もう全然全然あんまり得意じゃないね。そっちの念とかね。いかがでしたか。あの子たちが幸せに巣立っていった姿。私たちはフレンチブルドッグのブリーダーをしてて本当に幸せを感じてます。数ヶ月前まではこんなに寄り添って寝てたこの子たちも、今では我が家に残ったこの二人だけです。名前はゴマと塩。もう他の兄弟たちのことは忘れてしまったのかもしれない。なぜならこの子たちも新しい生活をスタートさせたからです。母親犬やおばあちゃん犬と一緒に毎日元気に暮らしてます。この子たちは二人ともおてんばに育ってます。みんなは元気にしてるかな。いかがでしたか。2023年6月25日、今日でコムちゃんから生まれた双子の女の子は1歳のお誕生日を迎えました。とても素敵な写真がブヒロクの元に届きました。1歳になった花ちゃん、大きくなったね。うちのゴマにそっくりだよ。花ちゃん、1歳のお誕生日本当におめでとう。本当に大きくなったよね。パパとママは今でも生まれた時のことを覚えているよ。そしてもう一匹の女の子ブヒロクのところに戻ったゴマちゃん。そのゴマの成長もみんなと一緒に見ていきましょう。ゴマ、お、一番に来た。よし、あよしよしよし、ゴマ。ゴマ一歳になったね。ゴマ、あ、そこちょうきか。ゴマ、ゴマ、おしようと、ゴマ、ゴマ、よしよしよし、大きくなったね。花ちゃんそっくりやったよ。ね、ゴマ、マジそっくり。あ、さあこうやって遊んでます。ゴマはね、シオとね一緒に育ってきておけ、みんな仲いいんですよ。じゃあボス、ゴマも1歳か。ああ、一緒に育ったシオと、ね、毎日こうやって遊んでます。
まあ、あとウニと仲がいいかな。うわすごいよだれが、よだれが、よしよしよし、どうも、おまちゃん、ごま。